台風7号は今朝、和歌山県に上陸し、その後、兵庫県内を北上、午後8時の推定では日本海に抜けたとみられます。その後の進路を見ていきますと、はい、日本海を北上していく見込みです。中国、近畿、東海地方を中心に大荒れとなっていますが、台風から離れた都内でも山沿いを中心に大雨となりました。 24時間に降った雨の量は奥多摩町や檜原村で100ミリを超え一時、大雨警報や土砂災害警戒情報が発表されました、はい、都内はこのあともまではまず現在の雨の様子、レーダーで見ていきましょう。はい この時間ですね都内にも一部活発な雨雲かかっている状況ですこの後も台風が日本海を進みその台風に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため引き続き大気の状態は不安定となりそうです週間予報を見ていきましょう 明日もですね晴れ間が出ても急に雨が降ったり雷雨となる可能性があります特に山沿いほど山天気急変しやすいですので気をつけてくださいまた関東沿岸伊豆諸島もまだうねりが届いていますので海のレジャーは明日も要注意ですその後あさってからは次第に太平洋高気圧の勢力が強まり晴れて再び三十五度以上の猛烈な暑さが戻ってきそうです